はい、こんにちは、ひまじん27号です。前回の続き、第3部隊パート2ですね。はい、撮影していきましょう。メンバー交代し終わりまして、武神帝さんと誠さんが入りました。武神帝さんはポップ、これは危機戦ですかね。危機戦ですね。危機戦なようなので、では行きましょう。行きます。初手三金ですと。武神帝さん、失礼しました。では初手三金いきます。ポチッとな。ジャック三世さんはなんで名前を変えちゃったんでしょうかね。身元がバレたくないのかな。元誰々っていうのが、あ、なんだろう、バレたくないのかな。初手さんかね。キャニオンか、どう立ち回ろうか。そしてこの位置、まあ真ん中に行って真ん中来た人撃でもいいんですけど、いい位置がね、を離れられちゃうと何もできないんですよね。ゼウスとかだとね、厳しいですよね。どうしようかな。まあ、とりあえず真ん中を取ろう。お、今回うまくいきそう。前に行く。あー、客部。あー、誰か行ったかな、リスチに。まだ多分三金は、三金の生き残りはいるはず。ジャック三世さんは多分三金のはず。頑張れー。おー、まあでもまだ生きてる。あー、引っかかってる。
れる。タランの音がすごいな。タラマグの音しかしない。お、ジャク三世さんが EB コン頑張ってる。これどうしようかな。黙っちゃう、やばい、めちゃくちゃ集中してる、やばい、喋らないと、実況しないと。ああ、例えば誠さんを盾にしよう。そう、うまくはいかないか。いや、この人落としたい。誠さん多分気にしてくれてたんだろうな。違うかな。サシも取りたい、取ってる。 E もすごいな。 E まで行っちゃうんだ。どうしようかな。ちゃうってすごいな。どうしよっかな。終わっちゃうな。おお、すごい ML、 すごい ML 全勝。これもしかして、次でラストですね。次で、ラストです。ラストですと。ほい、2連勝いけるか。デッドシティ来い、ポチッとな。あ、キャニオンか。またキャニオンか。2秒さんとか弱酸性さんとかすごいな。ガンガン行こうぜ感じが。さあどうしようかな。さっきは真ん中に行ったんで、左からぐるっと回って敵リスチに行こうかな。なるべくね、こうみんな揃って行った方がいいのかな。
ンピークを無視して敵リスチまでラッシュ。うわ、こっからどうする。盾を剥がしたい。ダメかダメか。おー、リス狩り来てる。狩り来てるよ。びっくり。さあどうしようか。もうメインの三金がいなくなっちゃったからな。ここから普通の動画になっちゃう。リスチがまたピンチか。あー、ピナパットンだった。エイフィドパットンかと思ってた。全然違った。うわ、やられた。なんてこった、なんてこった、パンナコッタ。エイフィドパットンかと思ってた。全然出こないなとは思ったんだよな。壊れろ、盾壊れろ。ダメか、ラインの盾硬いな、やっぱり。
うわー、盾しか撃ってないよ。もうどうしようかな。真ん中取り返さんと。わざわざ正面衝突しなくてもって思うので、やってみるか。いけるかな。あと3分しかないからな。てくれるかな。よっ、トラピングリがちょっと気になるけど、トラピングリにバレなければ取れるはず。お、バレてない。よし。あー、でももう終わる。急げ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 。うわー、どうなるんだろうこれ。これ一個でも取られたらダメですよね。あと1分か。どうなんだろうこれ。これどうなんだ。そこを1個でも取られたら多分すぐ終わっちゃうと思うんですよね。おお、勝った、すごい。これはすごいな。あ、意外とダメージも伸びた。ギリギリな、ギリギリな戦いでしたね。すごい。これでおしまいか。あー、お疲れ様でした。いやー、お疲れ様でした。じゃあショータイム抜けちゃいましょうかね。はいはい、というわけで第3分隊の第2戦目、第2戦目じゃない、パート2か、これにて撮影おしまいにしたいと思います。いや、最後はねびっくりでしたね。まさか勝てるとは思いませんでした。はい、というわけでおしまいです。ご視聴ありがとうございました。第4分隊まであるんでね、3回ね頑張って撮影していきたいと思います。ではこの辺でおしまいです。ご視聴ありがとうございました。では。